うんあ。ごめん、これいけてる。<laughs> 声聞こえてる。聞こ,てる聞こえてるかな。ごめん、あの、携帯の画面が消えた勝手に。 SNS 初心者のもんで <laughs> ちょっと待ってあの教えてあげないと URL を,と UR L をちょっと待ってよ ちょっと待ってよ,っってよお肌のケアお肌のケアお肌のケアは行ってる美容皮膚科の洗顔と美容,、えー、美容液とクリーム塗ってるあ、えー、これかいわゆるちょい待ちよ えーっと、ツイッターの使い方もよくわかんないよ。これで、あ、こうかこうか。こうして、画面消えた。またやってまーす。 これでいけてんのかなオッケーあのねサラダとか今あとね俺大好きな俺生春巻き好きなんよこれはねコンビニとスーパーで買ってるやつ <laughs> でもこんなにできてるから染みるし そう今回俺今さ横に iPad 置いてさ自分の iPad でみんながやってるんだけどラグが少ない何でだろうラグがなんで少ない配信バージョンとかあんの見る俺の公園見ここにここに見て痛いめっちゃ痛いこれ <laughs> めっちゃ痛いのよ 低遅延そうなのかなさっきと俺やり方あんま変わってないんだけどやばいっしょどうしてんの俺ビタミン飲んでるよ俺朝昼晩のその食事の後にビタミン飲んでるよ、うんア、うん、スプレーのやつしてるしてる今日のせっかくみんなに初めてさ自分のさあの 思い伝えられる記者会見がさなんか「あっチャイチャイチみたいな感じじゃよくないからちゃんとスプレーしてたよすげえななんかなんか歌歌ってなんだよ <laughs> ぐ神宮寺君とは連絡取ってますかたまに取ってるよでもなんかちょっとさいいろいろ 俺も人生について考えてたからあんまり後輩とかと連絡取るのもよくないのかなと思ってまあでも大ガは今日も昨日も連絡取ってる今日もとあの歌ってたじゃん生放送で「あのカウンタン t v かなんかあれ見て「今日の僕の歌どうでしたか?」って聞かれたから。 連絡したよ俺あれも見たよあの会見でも話したけどニュースの他の3人の歌唱も3000円で買って。 ちょっっと待ってね早すぎてねえ確かに増田さん痩せてたねねえそんなが痩せた原因が俺じゃなきゃいいけどまあ俺だよな コメント早いえー、っとファンクラブファンクラブはもうちょっとでできるんじゃないかなうんあのー、それこそ対処日が決まってから早くファンの人にこうなんだろうつながってるツールを作りたかったから <laughs> ファンクラブの打ち合わせも一気にやってで写真撮影はしたかなうん だから、ね、早くみんなに、あのー、見せたいなと思ってるあの俺の写真とかそうこれさ、今さ iPad でも聞いてるからさ声、はうってたりしたら教えてねストーリーでプロポーズはうってるは,はうってる、ごめん音消す音消したら大丈夫これ大丈夫 ?OK、OK、OK, okay.。 俺、今だからいるんだけどニュースのファンクラブの俺会員会員みんなが持ってるさ白いニュースのやつあるじゃない俺あれ会員番号0001なんだよあの0001かな0の数ちょっと分かんないけどマジか最近ニュースに入ったばっかなのにごめんでももちろん俺も応援してほしいけど ニュースは今後も応援してほしいななんか俺が上から目線なのちょっと嫌だけど大好きな大好きな場所だから <laughs> 体重何キロですかうーんとね今はトレーニングで筋肉量で体重増やしたから60ぐらいかな多分 多分ね60キロぐらい嘘痩せてみえたいや俺さあその今だから言えるけどさその3月ぐらいから考えてたからストーリーのツアーに今までの全ツアーよりさらにいいパフォーマンスができてキレキレの体で歌も踊りも踊れるように準備してたんよ あのリハーサルスタジオにもトレーニングマシンを置いてもらってうんうん、うん、はいはい、うん、ちょっと待ってね いいろろ読むわせっかかくだからなんで隣に宮崎駿おったんって違うわ誰がもののけ姫だ <laughs> あ左で食べてないよこれあれかこれこれこれ右手よこれ右手でも俺両利きだからどっちも食べれるよご飯うん相談乗ってもらいたい何でも乗るぜ俺ポジティブだから 俺に相談した人は全員ポジティブにして返してあげる。あ、でも、なんかね、ちょっと、なんだろうな。今後やりたいこと。うん。写真集とかは出したいな。あと、今まで通りゲーム配信はやりたいな。 うん。あとなんだろうな。ホストやらないわ。それさ、最近俺友達からすげえ聞かれんの。手越くんってホストの、なんか、やるのって。やるか。いや、ホストは素晴らしいと思うけども。やらない、やらない。どこでそんな噂が流れてるのか分かんないけど。はいはい。うーん。あ、蜷川美香さんね。 あ、でもね、この前、LINE して、いつか撮ってねって話はした。<laughs> 映像を溶けるときは多分これあれなんじゃない視聴者数が増えたから、まっすーと仲悪いのかと思ってたけどどうですかいや、悪いわけなくない。俺3人みんな大好きよ。 ももうもちろんねメンバーでさ男だらけでさ17年8年やってきたからもちろん喧嘩したこともあるしやっぱみんなプロ意識持ってやってるからねあのちょっとなんか鼻につくないみたいな時期はあったよみんなそれぞれな多分それぞれがそれぞれあったと思うけど今めちゃくちゃ仲良かったなうん <laughs> 待って、ね、今読んで。読んで <laughs> 見せて待て待て待て。待て待て待て。えー、なんか彼氏盗撮してる気分いや、俺、多分永遠に彼女とかできないと思うんだけど、どう俺、永遠にさ、自分に彼女とかできないと思ってるから、子猫ちゃんとか、みんながハニーって言ってたんだけど、俺マジ、心から思ってるからね。何がや。 この仕事やってたら結婚しないんじゃないかなまあ、結婚願望がないっていうのはあるけど。でも子供欲しいよね。マまでさえあんな可愛いのに、で、他の人の子供でさえあんな可愛いのに、自分だったらやばいと思う自分の子だったら。手ご分どうなるの手ご分どうなるのえみんなまたやってって言って。 オープンレックに。ちょっと待っ頼むわ。オープンレックのさ、俺がよくさ、あの、手五分の時に行ってたさ、山内社長いるじゃん ?T シャツ作ってとか、俺がわがままで行ってゲーミングチームやりたいとか全部叶えてくれてたから、手五には早く、手五分でまた見たいって言ってくれたら、山内社長聞いてくれそうよ。<laughs> わかんないけど、勝手にまた言ってるから。<laughs> ちょっとみんなで言ってよ。山内社長の、もうさ、ツイッターやってるでしょ 俺もフォローしなきゃなちゃんとちょっとみんなのさマジでファンのこのパワーってさ俺ニュースの時もすげえ思ったけどさ本当さ実現すんのよマジでファンがなんか願ってくれたことってでやっぱ今まではさやっぱなんだろうなうんアイドル誌とかいろんな雑誌で喋ってたことがなんかやっぱ俺って結構まっすぐな言い方するから全部なんかこうマネージャーチェックが入ってカットとかされちゃってたんだけど これからはなんか全部俺の言葉でみんなになんか思いとかって伝えられると思うからなんかそういうのは待っててほしいなーって俺思うけどわすげえ進んでる待って一個一個読んでたらすげえ進んでる <laughs> うんファンレターって届きますかえっ、ー、とねまあもちろん SNS に送ってきてもらったのは見るしそういえばインスタも解説しなきゃな だし、あの、ファンクラブができたら、ちゃんとなんだろう、住所というか、できると思うから、ちょっと待ってて、ちょっと、俺も、いきなり、っていうか、本当に、急遽6月19日になっちゃったから、用意しきれてないのよ。まっすーとしげちゃんから LINE 来たの。うん、まだ来てないけど、まあまあ、ね、俺から連絡するかな、さすがに。向こうから連絡させるのは。 失礼だし、やっぱ男としてしっかり大切な仲間には、ちゃんと自分の口から連絡したいなって思うし、ロック中心ロック中心いや、その、会見の時も言ったけど、ま、なんかひ、ヒント言うと、これからはなんかみんなが作ってくれる、俺のことを応援してくれる、みんなに作られる手越しうやっていうふうな、 感じののプロジェクトにしていいきたいのね今まではいい意味でも距離があったし悪い意味でも距離があったからそういうのでみんなが作ってくれる手越し也うやっていうプロジェクトの中で楽曲があるまあそんぐらいしかまだ言えないふ <laughs> ん <laughs> そうおいねよいしょねえ三原エバみんな見てくれてんだよ ありがたいね最後のソロ曲は「プロポーズ」っていう曲に何でしたか最後,あ最後だからじゃないわ作った時は決めてない決めてないでも今まで失恋の曲とかそういう曲をたくさん歌ってきたりとかあと俺の今までのソロ曲は被らないようにしてたのねあのダンスダンスとかピアノピアノとかってかぶるとみんなが飽きるかなと思ってで、まあ、4部作のラストのストーリーだから今まで俺失恋の曲が多かったから最後はなんかポジティブな。 前向き。エマたエマたあ、待って待って、今説明したのプロポーズの。エマたああえっと、ごめんね。プロポーズは、あの、前向きな、ポジティブな曲で、四部作は締めたいなっていうので、書いたんだよね。えまたちょっとえまたえまたちょっとえまた喋ってるよ パパ喋ってるからね。うん、ちょっと待ってね。Twitter、えー、に自撮りあ今後はインスタとかも載せていく。いや、あの、毎晩、毎日こんな時間にはしないよ。でも、今日、会見終わりで、あの、この時間になっちゃった。ちょっと待って、これ、どうやって下までギュンと置送るんだろう、メッセージ。手で送るしかないのかな。 よいしょねえこれどうやって目送るのこれちょっと待ってあの送り方分かったら言ってねコメントの一番下までの送り方が分かる人教えてねまいっかえっとうーん,なんだ「I'm coming」歌ってほしいいやいやあの近所迷惑来るわなんでジャニーズって SNS ダメなの わからないけどでもやっぱりさわかんないよこれ俺が、ね、全てわかることじゃないけど <laughs> やっぱりファンクラブとか解放とかニュースのジャニーズ WEB とかを大事にしてるからでしかも有料なわけじゃないだからそういう人たちに何だろう特別なものを届けるっていうことなんじゃないのかなわかんないけど <laughs> うーん。 ちょっっと待ってね今読んでるからね新藤あっ新藤が俺にみんながニュースファンが俺らのために作ってくれた「You are not alone」の動画を送ってきてくれたんよえー、っと彼氏が手越くんのこと見て認めてくれませんえー、どうしよう 喧嘩しないで。でも応援して。<laughs> 自宅ですよ。自宅。手越さんニュースのファンクラブの会員番号そのまま。そのままだと思うよ。多分。あ、リモートのみいいね。確かに。うん。ハイドさんとコラボしたいねー。 やっぱ俺の永遠に憧れの存在の中の一人だしハイドさんはあのハイドさんもすごい心配して連絡くれてありがたいよねそういう芸能の先輩が俺に連絡くれるっていうのは<笑><笑>いいねこうやってみんなとやりとりできる時の楽しいね今日はニュースツアーティーいやさすがに今俺ツアーティー来てたらまずいかなと思って あと会見のままあの会見の帰りだから会見に着ていった服を着てるよえーっと YouTube ライブ YouTuber ライブあそういうのあんだ俺さマジで SNS 知らないからさみんななんかさ実はアプリ撮ってるみたいな人いるじゃない 俺マジで入ってなかったから分からんのよ、えー、今日の夜ご飯は今さっき食べてるサラダと生春巻きよ生春巻きえー、っと鍛えた体見せてってすごいな腕だったり腕だったら今日もトレーニングしてきたからうん分かんないよねこれじゃ分かんないよね へへへ。痛 <laughs> いてて,て釣りそうだった。そうなのよ。俺、トレーニングすげえちょっと太くなっちゃった。<laughs> そうなんよ。へえ。細い腕が好きでした嘘。そんなこと言わないでよ。そらジロうのポーチ使ってるよん 1個だけ生春巻き食べさせて、えー「アイドルという職業は楽しかったですか?」いやいや俺は心の中はいつまでもアイドルの血はあるよだって17年18年やってきたわけだからでもアイドルだからた辛いことももちろんたくさんある普通の人ができないこともたくさんあるけどその分ニュースだったり応援してくれるファンの人に出会えたっていうのはアイドルがあったからだからすごく楽しかったよ楽しかったっていうか幸せだった うんしげちゃんに梅干しのよく返した。返してない。返してません。俺の家にある。俺の家にあるわ。あとは、日焼け止め今塗ってなーい。スポーツの時は塗ってる。 単語学生でタトゥー入れたい。温泉入れなくなるぜ。まあでも俺はファッションタトゥーは別に悪くは、悪い悪いことだと思わないけど。<laughs> また子猫ちゃんって呼んでくれるそれはもちろんでしょ。もちろん。まっすーとはもう歌えないのですかいや俺は歌いたいよ、やっぱり。 うん、なんか2人のハーモニーが重なる瞬間ってすげえ俺も気持ちいいしあのね何度も言ってあれだけど俺別にニュースニュースファンメンバー大好きだからさ <laughs> うんすげえ好きよマジで俺緊急事態 宣言が解除されてさあのなんかこう召し屋にカラオケがついてるところがあったんよねで、まあ、軽くさしゃべりながら打ち合わせしながらとかお酒も飲んでて「ニューストーリー歌って泣いたもん」<laughs> すげえいい曲だよね なんかなんかさなんだろうな俺のさ「ラビン・ユー」っていう楽曲があって、まあ、知らない人はあれなんだけど俺のソロ曲なんだけどうーんなんか歌詞にさなんだろうな「好きだけど別れなきゃ」っていう歌詞があるのねなんかうん大好きなんだけどでニュースも大好きだしでもなんかなんだろうな まあうん、今はまだみんなに何だろう夢は全て語れてないからそんなのニュースでもできるじゃんとかジャニーズでもできるじゃん多分言うんだけどすご,すごい大きな野望があってそれがもちろんねジャニーズとニュースにいながらできるんだったら俺は絶対に離れたくないけどもちろんジャニーズってすごいいい事務所だから。 規制が多い分、できないことも多いのよ。まあ、これはちょっとね、うん、なんか、ずっといた、事務所のことだからさ、別にそんな、全然悪く言うつもりもないし、俺はジャニーズに、今枝に感謝とリスペクトはあるから、あれだけど。まあ、でも、なんだろうね。夢に向かって突き進んでたら、なんかどっかでまた交われるかなって、俺の甘い考えなのかもしれないけど、ちょっと思ってるかな。うん。 まあ多分許せない人がいるっていうのはもちろん理解できるし <laughs> そのぐらい言われるだろうなっていう覚悟を俺は思って自分の人生決めたからかななんかねでもなんかやっぱファンのね人に嫌な思いさせたっていうのは本,本物じゃないっていうかだからまあ結果で見せるしかないなとは思ってるけどだってもしさ じゃあ何ニュースが今作先さツアーストーリーができたとかさまた今後のなんだろう曲とか曲も出てなんかこういっぱいできてさまた新たななんだろう4部作の次の作品があって俺ライブ見に行ってたら怒る人みんな絶対 <laughs> 怒る人いるでしょうんまあ怒る気持ちもわかるしね 何やめ,たやめたお前が見に来てんだって言われる気持ちも分かるし <laughs> ねえいや俺は見に行きたいよだって大好きな自分が大好きなグループのライブみんな見に行くべな見に行くべってべもおかしいけども <laughs> 俺だったら XJAPAN 見に行ってたとかラルカンシェル見に行ってたよりさ そこに俺がいたし今でも大好きなグループなんだからそれは俺は見に行きたいよみんなめっちゃかっけえじゃん他の3人も一緒に歌いたくなっちゃうと思うけどね炭酸水好きよビーズビーズも好きよ 昔増田さんとかとなんかカラオケの行って一緒にオーシャンとか歌ってたわすごいななんかこうやってみんなとこうやってやり取りできるってなんか不思議だななんかやっぱせっかくこうやってさなんか俺がねあの自分で新しい道を選んでやったからにはこういうちょっと違うこといっぱいやっていきたいなと思ってるから生配信はたくさんやろうかなと思ってるよ でも今日は紙セットされてるからいいけど俺いつも家でワックスとかもないから寝癖とかになるよ多分 <laughs> うん手腰ガールズとファンどっちが大事なんだいやいやファンだわそりゃ1 0 0だわだから あの、みんなにもう、女友達もいれば男友達もいるように、俺にだって男友達よりもいれば女友達がいるっていうだけだから。<laughs> 自分でヘアセットできないんだよ、俺。全然。コテもないし、コテっていうのアイロンもないし。 お風呂入りたいんだけど何時までやるいや、俺もね、明日ね、あの、午前中から打ち合わせがあるから、さすがに2時3時までやんないよ。でもまあ、これ三、ね、3万人が見てるってことってことなのかなええー、どうする寝不足になったら俺のせいにしないでよ、絶対。明日学校とかで。タバコ吸いますかすいません。タバコ嫌いです。そっか、そういうのみんな知らないんだよね。そうか。 今後ね、あの、もちろん、しょうもないことは、俺は、あの、相手する必要も、するつもりもないけど、変なわけわからない、事実無根の、なんかニュースとか出てたら、俺、言っちゃうから。<laughs> これ違うから、みたいな。ちゃんとみんな正すからね。だから、正さなかった時にあ、あいつこれ合ってんのかなと思うね。やめてね。俺、あの、あまりにしょうもないことは相手にしたくないから。<laughs> ちゃんと、いいね。こ、こっからは俺が正せるんだだから今度なんか、あれだな。 いいね今度なんか俺飲みながらとか配信させてあだからあれじゃん「荒野行動」とかもちょっと行ってもうやっぱりオープンレックに行って荒野行動のアカウントは本人の使っちゃダメだったんよや,やっぱね事務所がいろいろ気にしてくれたのかなやっぱ手越しがあってねでも今,今度からは俺のアカウントで行けるからちょっとやっぱ「オープンレックに行って手5分復活させて」って言ってくれ みんなのパワーがあれば、いける。<laughs> ズーム飲み、いいね。とか、オープンレック飲みしようよ。<laughs> あ、そっか、顔映んないのか。へぇ。だ、さ、YouTube もさ、俺、撮るのよ。で、俺ね、あん、なんか、海外ロケとかも行こうと思ってんの。YouTube で。そう。 いいね、なんか世紀世紀やなよ手越くんにとって増田くんはそうだな何だろうな俺にとってというかねもうアイドルの鏡だよねうん俺とは真逆というかあんだろうな四六時中手越シ也このまましかいれない俺と アイドルっていうものに対して誇りがあって、それを墓場まで、なんだろう、なんだろう、墓場に行った時もアイドルみたいな、なんていうかな、もうアイドルなのよ。すげえなって思うよ、俺は、彼のこと。マジで。すごすぎる、言ったことわかるでしょすごすぎるのよ。アイドルの鏡ってああいうこと言うんだろうなって思う。そののステージ上での うん、立ち振る舞いとかそういうのでアイドルっていうのは俺も絶対負けるつもりはないけどもやっぱり四六時中なんだろうアイドル増田隆史さんを貫くっていうあれは俺は本当にすごいと思う俺にはちょっとそのそういうなんだろうスタンスはちょっと俺にはできないから俺はもう四六時中常に「俺です」みたいな手後ろですっていう方が勝っちゃうからそこはすげえなと思うあのマジでこんなにニュースのこと話していいのかちょっと分かんないけど <laughs> 恋愛相談乗るよいつでもあなんかゴチで100万かなんか取ったんだっけそれ聞いたよなんか絶対洋服買いに行ってんだろう。ハ <laughs> えーっと今からファンになってもいいもちろん ちょっと俺マジやりたいことたくさんあるからマジ期待しててそこはめちゃ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 多分みんな楽しくなるなんか俺のこと応援してて楽しいって絶対させられる自信があるから今そのいろいろ準備も詰めてるからちょっと待ってよいしょ100万円って芸能人からしても大きなお金いやめちゃめちゃ大きいわ 俺普段お金全然使わないからまあ作ったとしてちょっとしたゲームの課金ぐらいだからね全然大きいよめちゃくちゃ大きいよえー、っと今自宅ですから今自宅だよ自宅でねリビングの廊下に座ってるリビングの廊下じゃないリビングの床に座ってる ニュースの歌歌を今後歌えるんですかこれはね歌えますね歌えるけどでもニュースにに失礼がななないようにはしなきゃなと思ってるやっぱりさ3人が残すっていう決めた大切な場所じゃないニュースってそういうなんかニュースの曲を生半可のところで歌う,歌うっていうのは嫌だなと思うでも俺はめちゃめちゃ歌いたい <laughs> と思ってる うん <laughs> えっと「シュッて噛んだの」って何ああ会見の時ごめんねあの口がカラカラで噛んでもうた <laughs> それ俺だってたまには噛むさ <laughs> えー、ゲーム配信機材家に えね、結構割と整ってるけどちょっとこっから先まだいろいろ足さないと変えないあ変えないじゃないば配信できないかな「1ッのメンバーで連絡くださった方ほぼみんな連絡くれたかなうん他にもサッカーアースだったりいろんな番組で関わった人も結構連絡くれたよ タバコ吸う女どうですかいや、いいとは思うけど、健康に良くないから、気をつけてねって感じ、俺が吸わないから。あれだけど。明日が、明日学校です。頑張れ。ええ。エマちゃんはね、さすがにね、乙女、乙女っていうか、若いんで、寝に行きました。小山君のお話。 小山君の話はやって今までもいいいっぱいしてきたじゃないえー、小山君うーんともう彼は優しいよねなんかもしかしたら裏切ったって思ってるかもしれないじゃないまあもちろんメンバーにはちゃんと話したけどもでもさこうやって連絡をくれるわけじゃないあの結構本当に長文メールだったんだけどなんか優しいなって感じなんかまあでも近々ご飯行こうって話はしてる やっっっぱ俺大事な話ってあって話ててしたいんだよね仕事の話もメンバーになんかちゃんとしたこと話せた話もいや最高だぜマジみんなが思ってるようにニュースのメンバー最高だぜ俺嫌いな人は嫌いだから <laughs> 俺発泡美人しないし自分に得があっても嫌いだなと思う人は付き合えないけどニュースのメンバー最高だよ 俺別に自分の好感度なんてとっくのうに欲しいと思ってないからなんかニュースの他のメンバーのファンとかになんか応援してほしいからなんか用意書してるとかって俺そんな器用なことしないからできないし興味ない人は興味ないって言うし他の3には最高だねだから今日の記者からの質問でもあったけど本当に未練はニュース まあもちろんイッテ Q とかサッカー番組はもちろんだけど一番の未練はマジでニュースかなうんそこはうん紛れもない事実だねねえまた4人で共演したいよね夢を追って違う道に一回離れたっていうことかなと俺は思ってるけど まあねファンからしたら納得いかない人もいるだろうしね手越くんみたいなスーパーポジティブ人間になるにはどうしたらいいですかうーんやりたいことを貫き通すことかなそれがたとえ失敗だったとしてもやっぱ経験に勝てるものってないから失敗を知らない人が急に大失敗起きた時に取り返しつかないんだよね俺の中ではだから 小さい頃からある程度やんちゃで好きなことやって外走り回って怪我した人の方が人の痛み分かるし、まあ恋愛もそうだと思うけど、なんかいろんなその積み重ねでハートって強くなるんじゃないのかなと俺は思うかな。まあ海外経験が豊富っていうのもあると思うけど。かなしげちゃんのことまあそうだな、しげしげはね、 頭いいよね。頭いいし。うん。なんか、言葉でうまくできないけど、あの、ニュースの、あの、有料のライブを見たときに、しげちゃんの表情を見て、しげちゃんって今こういうこと考えてるんだろうなっていうことが、なんとなくなんか、うん、俺は分かったというか、 まあもちろんね口に出して言うことではないけど彼のなんだろう熱い思いとか俺に対しての気持ちニュースに対しての気持ちっていうなんかあの表情でなんかすごい俺には伝わったというかかななんかやっぱ彼は同い年で一人っ子でで中学受験組で同じ。 学校をさ第第第志志志望第二志望第三志望っていう風にしたたまたまね出会う前だからなんかそこにも運命感じるしうんなんか作家っていう唯一無二の道を切り開いたっていうのもなんか俺はすげえなって、うんまあ、もちろん他の3人全員に思ってたけどそれこそ生きろとかの主題歌持ってきてくれたりとか。 負けてらんねえなやべえな加藤シゲって俺は思ってたかなうん俺はしげちゃんねえー、お英検頑張れ今頑張ればさ絶対後でついてくるからさえ手越くんのおかげでポジティブになりました嬉しいね 世の中の人みんなポジティブになったらねいい日本になるんだけどねお酒よくない飲むえ、俺ご飯に合わせて飲むよイタリアンだったら赤ワインだしフレンチだったら白だし中華だったら何飲むかなウーロンハイとか飲むかなウーロンハイとか結構料理に合わせるかな うんえー、ちょっと待ってねあニュースの LINE グループはまだあるよえー、ちょっと待ってよ今読んでるからねえー、ワンオクロックとの対談どうですか いやかっこいいよなやっぱタカはあのニュース結成の時に一番遊んでたかな2人で一緒にカラオケ学校帰りあいつが慶応かなで俺が明治で学校帰りにしょっちゅうカラオケ行って XJAPAN 歌ってたお互いロック好きだしあの時からやっぱ歌うまかったしねでなんかね日本人離れしたことやってるから素直に一人の男としてアーティストとしてかっこいいなと思うよタカは。 妊娠中で不安だから応援してわおおめでとうまあでもこれさ本当に俺女性ってすごいなと思うんだよね男性ってディズニーとか行っても並ばないしさ駅とかそれこそライブとか舞台でもで出産もあるじゃない偉大だよね俺ら多分俺ら男の根性じゃ無理だと思うツイッターの英語さしないだからこ 俺初めてツイッター入れたからまだエゴサをしたことがないでも何かあのなんだっけ話,話題みたいなやつ出てくるんじゃんなんかその今なんかみんなが話されてるみたいなあっちはちュちゅュゅちュってやつだよこの1二日2日なんかワイドショーとかが出てきてたからクローバーのネックレスもらってないよまだあもらってないもらってないもらおうてか買うし すげえななんか嬉しいな、こんな、ほんとみんな夜更かししすぎないでね。俺割と夜型だから、全然睡眠時間もなくても大丈夫だから、あれだけど。え、何時終わる何時終わるそうだなもうちょっと1時か。まあ、あと15分、20分、30分ぐらいやるわかんないけど、<laughs> 俺あんま眠くならない人だから。えー、っと。 ちょっっと待ってね今読んでるあのねコメントが早くてねズン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 いっちゃうよえ彼氏からファンクラブ入る許可もらいましたえー、入ってなんかすごいみんなが喜んでくれるものを作るからホワイトニングしてないよしてないいやいやか挟まっちゃうからねしてないうん <laughs> ん嵐のこと好き好きっつうかもうすごすぎるよねあなんかもうあすげえなっていう感じ <laughs> すごいじゃんやっぱなんかすごいが一番合うかな俺の中でもすごいなっていう感じ えーっと、ちょっと待ってよちょっと膝立たしてえー、っとねうんとん明日た4時起き寝なさい寝なさいよ睡眠睡眠不足になるぜえーラララ次来ると思うジュニアは今明柑がないから何とも言えない 47都道府県ライブいいねやってみたいわあ肌がムズムズするよビブラートのコツビブラートのコツはね好きな人の,あのビブラート真似するのが一番いいんじゃないのうん,なんかビブラートってなんかいろいろこうあんだよロックのビブラートとかあの バラードみたいなビブラートとかいろいろあんのよその理由によってねあのかけ方が違うんだよね一緒。ビーチパーティー <laughs> したいねでもなんかせっかくだからなんかファンの人と夏夏なんかわかんないけどライ,あのライブやってで海でなんかイベントして最後になんか花火見るみたいなさそんなんやりたいな俺なんか楽しいことした まあでもコロナのせいでないけどね夏あんまり楽しいことが楽しいことがなかったら俺は楽しいこと作ればいいんだよね <laughs> えーっとちょい待てよ今、まあ、読んでるからねこんな感じで読んでいくので俺正解これ合ってるこれ。 初めてだから分かんない海は日焼けがええ塗ってさ塗ってきてさ塗ってきてさよええええうん。ちょっと待ってね勉強しながら見てるどうやってだよ 絶対身に何だろう身についてないじゃんその勉強光と仲良くないんですか光るひるはこの前初めてねちょっと飲んでたのもあって歌ったよ一緒にでもなんか YouTube の話は全然してない あレイヤー中村レイヤー連絡来たよ <laughs> 連絡来たこれからもよろしくお願いしますってかわいいねちちちち京都京都いいねそうだ京都へ行こう京都いいよね綺麗だよね え、髪の毛の派手な女は嫌いですかいや嫌いじゃないよ。別に似合ってる方がいいんじゃないの全然。なんか、綺麗めな派手な人がいいかもしれないけど。手越くんはよく鳥取に行きたいって言ってるけど、なんで鳥取なのあのね、妹本彩子とのロケで妹本彩子、鳥取でしょで鳥取の良さをすごい話されたのよ。だから行ってみたいな。あと鳥取先を行ってみたい。 かなえー、っとディナーショー来て絶対やるから未成年はお酒禁止ねで二十歳超えの人はもう全然もう俺のおすすめのワインとか出すわ 一緒にボランティアやろうよなんかやっぱさ困ってる人ってさ俺らは気づかないところでたくさんいるからやろう一緒にいろいろさそういう人がいるんだよっていうのを俺が拡散していくからなんかね男の子とかもすごいなんかあのシングルマザーにあの自転車で運ぶっていうあの ING プロジェクトの件も男性がすごいこんな暑い中なのに俺も運びたいですっていう人が多くてなんかすごい嬉しいよねなんかそういう思いというかさ。 未成年禁止にしようかわいそうじゃないそれ <laughs> ティ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 歌配信とかもしたいねそのうちねコロナ期間中も家でずっと発声練習やってたから結構ちゃんと今でも声出るぜ あ,あインスタの解説どうしよっかな解説の仕方わかんないんですけどもみたいなところはあるけども <laughs> ちょっと周りのやつに聞いて解説するよここ1日2日3日いないぐらいに「ニュースの一番好きな歌」えっむずくねーなんだろう えー、そん時の感情にもよるけどまあ上乗ったのは名曲だよなうんブラックファイヤーも好きだねおボイトレ通いたい教え,教えてあげる歌後輩のボイトレやってるし歌って結構ねあの掴んじゃえばねある程度なんだろうこう飲み込み早いよ イタリーあなたは綺麗です。グラッツェ。グラッツェ、アミゴ。うーん。<laughs> え、手越君と歌うのが夢です。だって、夢なんてさ、どう叶うか分かんないぜ。本当に。夢は絶対大きい方がいい。 でなんだろうこの自分が限界決め,る決めたときにその自分のなんだろう周りの周波数とかなんかそういうものってそこ,そこに収まってしまうと俺は思ってるから夢はなんか無理だろうっていうのを絶対口に出して言霊にした方がいい,ていておう,うちの美容室すごいね美容室やってんだいいね美容師っていいよねなんか。 かっこいいし美しくないなんかええー、女性に歌ってほしい曲俺最近あれ好きあの漫画は見たことないけど「グレンゲ」かっこいいよなあの曲コード進行とかもすげえよくできてるしめっちゃかっこいいなと思う英語は勉強してますかしてまーすズームでやってまーす どうしたら歌ううくなるうーんどういう歌が歌,歌いたいかによるかな小山さんめちゃめちゃ歌うまくなったよねいやめちゃくちゃうまくなったよ俺が上から目線で言うことじゃないけどあのうまくなり方は努力だねもう努力の本当以外の何者でもないよあれは。 俺はメンバーだからマイクとかレコーディングのってレコーディングの曲って特に今のパソコンでいろいろいじれちゃうわけよあの音程外れてんのピュッとかでもやっぱ生歌で生放送の歌ってやっぱガチだからそれであそこまでの歌が歌えるっていうのはすごいよねえー、っと 君のことをかき混ぜたいんだ S ね <laughs> それどういう反応すりゃいいんよえー、っと手越くんが SNS 普通にしてんのが不思議俺も不思議俺もめちゃめちゃ不思議だからえー、っとそう 1054で「天国」で手五しに1054にしたのだってなんか手五し優也とかだと使われてるんだもん優や手越しとかだとだから優や手越し1054天五四で手五しにしたのよいしょちょっと待ってよちょっとこのね ヨーロッパはよくてもいいです。韓国から見てます。カムさんだ、ウンおっぱい、いっぽいよ。俺、香港とか中国も行きたい。 グレンゲー今足ですか <laughs> 黄色い靴下履いてます <laughs> 台湾マジで行きたい台湾イギリスねねコロナを 落ち着いて渡航できるようになったら行くね英語日常会話ぐらいなら中国語を勉強してるわ難しいよね中国語ってねすごいな話せたら えー、イメージカラーピンクですかえー、や俺,俺にとってピンクって大事な色だからピンクにしたいなと思ってるほんと台湾待ってくれてんの行く絶対行くマジで行く約束する 今年で20歳になりますおめでとうハイドさんとのコラボあるんじゃない全然可能性は今までよりはるかに高いんじゃない <laughs> 一んんんん人暮らしですか一人暮らしだよでもね母親がよく来る。 あ、一人暮らし、違うわ。エマがいるわ。二人暮らし。俺、なんか、あれだっけ、ウェブで、なんか彼女がいるみたいなこと言ったら、なんか、ざわついたんでしょ。<laughs> エマだから。彼女いねえし。彼女いねえしっていう、普通にこういう発言するのはおかしいかな。<laughs> うんお風呂は配信終わったら入るぜ事務所には入るの自分の事務所うん大手の事務所に入ることはないかなそれじゃあ今までと変わらないしだったらナンバーワンのジャニ事務所はいいしタタ ホストやるんですかやりまっしーんちょっと待って、ね、今いろいろ見てるからねけいケイちゃんといつ結婚するのって面白いな。 えー、ちょっと待ってね今見てるからねモーニングルーティーンねモーニングルーティーンいいね動画化すんのねいつかしようかなえー、事務所設立事務所設立、うん、プロデュースはするかもしれないね いろんんな説に踊らされてごめや、ね、いやでもしょうがないよねやっぱ SNS がさこんだけ発達しちゃってさもう毎日芸能ニュースとか飛び交っち,ちゃってるからさ俺もなんかほぼ違うんだよなーってなんか俺が当事者になって初めて分かったなんか全然違うことって多いんだなってまあでもしょうがないよねそれで信じちゃうのはしょうがないしまあ今後は俺が発信できるからあまりに違うことがあったら訂正するよ 歌う歌って <laughs> 歌っていいよね まだジャニーズ好きだよってちゃんと言うのは新しくていいね言うよそりゃ思ってんだから思ってなかったら言わない俺は筋トレしながら見てますすげえなメンズかなこれやるねすばらすばら ああ、鮮やかなマーブル描けばいいってあの、ペンライトのやつかな。知ってる。もちろん。ここに入った。<laughs> 髪型改良って今まだないけど、なんだろう。何がいいかね。手越くんはどんな匂いがするの <laughs> バニラじゃない、バニラ。荒野コードを一緒にするタイミング。